ゆゆしむこと新田ゆゆです。はい、おちちゃんことおちかりんです。はい、ゆのちゃんことゆらのゆのです。はい、りっちゃんこと立花りえです。はい、ことねこと内田ことねです。はい、まなみことまなみかすねです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たち昨年ここにアファに来た時はまだ研究生でスタンドアップハーツという名前でやってたんですけれども、はい、This year、今年メジャーデビューさせていただくときにアイドルとして名前がイケてるハーツに変わりました。イケてるというのはクールとかオーサムとかそんなすごいっていうね意味がある日本語です。はい、決まったとき、ね、決まったときね、私たち昨年もイベントチアーズのイベントで1位になって来させていただいた時もすごく嬉しかったし、シンガポールとかもアジアの、ね、皆さんとすごい仲良くなれたり新しく知ってもらえたりしてとっても嬉しかったので、またね今年来れるって決まった時はもう本当に嬉しかったし、また皆さんに私たちがね会いに行けるって思ったし、とっても嬉しかったし、もっとたくさんの人にハーツをね知ってもらいたいなって思いました。シンガポールでやってみたいこと、なんか去年はマーライオン見たよね、うん、マーライオン見に行ったね、去年ね見に行った、あとナイトサファリー、あ、ナイトサファリー、ナイトサファリーに行ってみたいです。行ってみたいね。はい、ゆうゆは I'm practicing English every day for AFA and I can speak Chinese too。このサイリウムのことなんですよね。オルと光る、この光る棒なんですけど、皆さんがアイドルをね応援するときに振ってもらえるこのサイリウムに例えた曲がルミカジェーンとなっております。なので皆さんたくさん光らせてほしいですね。はい、私たちはもういろんなところに皆さんのおかげで行かせていただいてるんですけど、次はタイへ進出したいです。私たちイケてるハーツ、なかなかねいろんな国に行きたいし、タイにも行きたいと思ってるんですけれども、うん、皆さん毎週木曜日エブリーサスデー、うん、サスデーにTake Your Heart というねラジオ番組、はい、インターネットラジオを私たちやってるので、ぜひぜひこちらも見てほしいと思います。あと LINE もしあったらお友達登録をすると、はい、私たちのブログやいろんな情報が すぐに手に入りますので、はい、お友達登録もよろしくお願いします。